はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。ドラゴンクエスト1、第7回目ですね、今回も初心に帰ってドラクエをやろうということでやっております。で、前回ですね、やっぱりその勇者ロトの子孫であるシルシというのをね持ってないということでね、追い返されてしまいました。で、その印を求めたいんですけども、その前にですね、戦士の指輪ちょっと調べてみたんですけどね、何の効力もないんですよね。竜の鱗は確かに防御力上がるというね、メリットがあるんですけど、これがねちょっとないということで、でちょっとエンカウント邪魔くさいので、清水振りかけます。まあしばらくはこれで出ないですね。まあどこまで持つかですよね。早っ。早かった驚くほど早かった。まあでもここからサソリさんとかですからね、まあちょびっとずつは経験値くれるんで。でも見た目だいぶねレベル12になりまして強くなった感じしますね。まあこの辺でしばらくちょっと、この辺じゃないですね、もう次のとこら辺ですね。さあこの辺からですね、資料東側にあった南の島と同じぐらいのレベルですね。あ、町が見えますね。これがごめんなさい、いわゆるドムドーラっていうところになります。キメラさん登場。この辺はねキメラさんのエンカウントがすごい高いですね。一回ちょっと入ってみましょうかって思ったら、うわ、魔法トーン唱えるの。こんな感じですね。ちょっと強い敵が出るんでね、若干ちょっと今のレベルでは厳しいので、もうあと 2,3 上げてからちょっとあるもんを拾いに行きたいと思います。で、南部になるとこの辺鎧の騎士とかが出てきます。そうですね、当面のちょっと強敵は彼になりますね。ね、もう20前後食らうんでね。もう一個はい、キメラさんが出てきましたね。で、次の橋を渡るとね、急に敵がレベル、敵のレベルがねドーンと上がりますからね。この辺ですね、明治キメラとかも出てくるようになります。わあ、攻撃力半端ないね。まあ明治ですからね、もちろんちょっと呪文を唱えてこられるんですけどね。
キメラの翼買っとけよかったな。失敗したな。あ、気づいてない。ラッキー。上がった。レベル13に上がりました。力4ポイント、素早さ8ポイント、身の守り4ポイント、最大ヒットポイント7ポイント、最大マジックパワー5ポイント、ルーラーやったー。これでキメラの翼がいらなくなります。メッシリオの騎士ももう普通に出てきます。強え。もう一個ぐらいねレベル上げれれば次の橋も。お、死のサソリだ。はじめまして。これも強敵です。硬い。ルーラ何歩使うの？初使うのね。っていうことは鉢は残しとかないといけない。南部になるとこのレベルですね。メイズキメラ、鎧の騎士で、さっきのあの死のサソリですね。もう一個強敵いるんですけどね、またちょっとお目にはかかってませんけど。あー、ガライの墓で散々苦しめられたあの資料の騎士さんですね。14までは上げたいな。あー、こいつも、あー、早いね。早い。ほい。ラリフォー効いたかな。あ、効いた。よしよしよし。出たー、メタルスライムをお待ちしておりました。お願い。倒したい。あー、待て、お願い。あー、逃げたくっそー。あ、しまった、回復するの忘れてた。ラリホー、ラリホー聞きやすいですね、この鎧の騎士さんは。ほい。経験値まだでも6000前後なんですね、全部で。あー、メタル狩りがしたい。惜しかったですね。ルーラー確か8でしたね、消費マジックパワーが。ちょっとこの辺で粘って頑張ってみましょう。うわー、先制攻撃されるのね、鎧の騎士さんの場合。あ、モフトーン、ラッキー。攻撃1回だけで済みましたね。出た。お初にお目にかかります、影の騎士さんです。早っ早っ25 23
やばい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 。落ちかない。オッケーオッケーオッケー。あー当たらないし。うわあ。あーよかった。初めて逃げちゃいました。強かった影の騎士。危なねえ、あそこであんだけ苦戦するということはもう一個ランク上がるとね、全く歯が立たないっていうのがお分かりいただけるかと思います。でもう一個ね、あの先南部に橋が見えてたと思うんですけど、まああそこをね渡れば強くなるんですけど、実は先のあの廃墟の町といいますかね、村、そこもね同レベルの敵が出てくるんですよね。なのでちょっと入るのを避けたわけなんですけど、まあ勝てる気しないですからね絶対。まあこの辺の1315ぐらいまでレベル上がってくれれば御の字かなと思ってます。あ2000超えたな、まあいいか。まあとりあえずもう一回ですね、同じ地域でできたらねメタル狩りやりたいですね。そもそもねあんまりエンカウント高くないんですよね、あのメタルスライム。でもやっぱりあんだけ経験値もらってればレベルの上がりは早そうですよね。さあまたドムドーラ砂漠にやってまいりました。ねえもらえる経験値がもう2、3倍違いますよね。ほい、鎧の騎士。あー早いね。やっぱり基本はおう。鎧の騎士よりは先に攻撃したいですね。影の騎士怖かったな。ラリフを唱える余裕もなかったですもんね。まあ聞くかどうかも分かんないですけどね。してしまう自分がいる。さあメタルちゃん出ておいで、メタルちゃん。あ来たよ先生。おお行った。あー倒せた。90。あ大きいですねやっぱり。
やっぱりこの近辺では今最強の敵機ですよね。メタルちゃん、メタルちゃん出てこないかな。あ、来た。お願いお願い。あー、逃げられた。あ、また出てきた。早っ。メタルちゃん、メタル狩りがしたい。メタル狩りする前にレベル上がりそうななんか感じもせんでもないんですけどね。まあだいぶマジックパワーも余裕が出てきたんで、あとね、そんな大した呪文、あ、まあベヒラマは覚えますけどね。トヘロスとかなんだっけな。刺激とかないのがね、助かってますけど。よいしょ。影の騎士の攻撃力が半端ないですね。25、6とかでしたよね。もう資料の騎士がね、可愛く見えますからね。それでも15ですもんね、この装備で。枯れればもうこれぐらい倒してると一発レベルアップが見える感じせんでもないんですけどね。あー、倒せない。まだ上がらないね。ちょいと強めっていう。あ、来た。お願いお願いお願いします。うん、全部逃げられた。あ、倒したい。あ、ラッキー、マホトン唱えてくれましたね。おい、まあまだ36か、もうちょい頑張れますね。会心の一撃はメタルちゃんの時に出てほしかった。さあねえ、もう一回出るかな、時間内に。よいしょ。まあ1415くらいまではね、この辺で上げるような感じになります。まあファミコン版のドラクエと違ってね、ゴールドも結構入りますんで、あの、遊びやすくはなってますよね。でも知らん間に2000、3000でゴールドもたまるし、
ただ残念なのは初代の設定なんで、ルーラーはもうラダトーム機関専用になってるということですよね。おい、メタルちゃん出てこないかい？メタルちゃん。今初めて、あ、そうですね、レベル上がってやっとペソが先に攻撃できるようになりましたね。あー、やっぱり先上がった。レベル14に上がりました。力が8ポイント、素早さ7ポイント、おーおー、身の守り3ポイント、最大ヒットポイント7ポイント、最大マジックパワー6ポイント、おー、あとなんだっけなあ。でもトヘロスと、何覚えたっけ、ね、戦闘はベギラマですよね。あ、ベホイミだ。あー、全時間内にメタル狩りできるかな。あ、寝た、回復した、食らった、おおお、もう一丁ラリホー効かない。じゃあホイミ、いやー効かない、やばいやばいやばい、逃げよう、お願い、あー、マリコ前だ、もう一回ラスト、あー危なかった。あー、4000溜まってますね。じゃあもうちょっとめんどくさいんで宿屋泊まります。で、お金預けて、で、もう一回ちょっと挑戦ですね。これで1万ゴールド預けてる感じですよね。安っ。じゃあもう一回セーブさせてもらいますね。っていうか、あと何ポイントかね、知りたいんですよ、あの経験値。15までが。まあ大体、そうですね、あの、行動するターニングポイントになってくるんで、次の。2360。30-40匹ってところですよね、あそこのレベルで。だいたいそうですね、せっかくなんでちょっと残りのお時間で一度ちょっとね、あの東の上と下をね続いてるあの洞窟には何か人を見たって言ってたんでね、それをちょっと見に行きましょうか。
まあ知ってる人はね、知ってらっしゃると思いますけど、さあ橋渡ってね、あの沼地の洞窟入ってみましょう。でさっきまではね、ずっともうまっすぐ下に降りてただけだったんですけど、今回はこちらへ行ってみましょう。おー、まあここの敵ももう大丈夫ね。魔法使いと明治ドラキーだったっけな。で、ドラキーマとかね。あ、ドラキーマは出なかったかな。あと、メーダとサソリさんぐらいだったと思うんですけど。はい、ここですね。ここはちょっと入り口になっております。はい、なんか見えますね。もうこんな時に会心の攻撃。はい、扉開けて、あー、なんかいるよ、なんかいるよ。さあやってみましょう。話すはい、ドラゴンがいますので頑張ってみます。火の息。あ、でも11か。いける、いける、いける、全然いける。一応ちょっと保有しますね。ほいほい、もういけるでしょ。あれ強え。あー、すごい、どんだけヒットポイントあるんだこいつ。あー、いた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 。950ポイント。うわー、すごい。もうあと1000ちょいで次のレベルですね。さあ倒しましたので話しかけてみましょう。あ、私を助けてくださる方がいらっしゃるなんて。私はラダトームの王女ローラと申します。もしあなたがおいでにならなければ、私はいずれ竜王の妻に。ああ、考えただけでも恐ろしいですわ。ペソ様、私を城まで連れてってくださいますのね。いいえ。そんな、ひどい。いいえ。もう、ね、連れて帰らないとダメっていうことなんで。はい、あなたはローラ姫を抱き上げた。まあ、ペソ様、嬉しゅうございます。ポッ。抱えたままね、竜王のとこに行くっていうのもね、よく昔はやったもんでしたけども。まあ、ここはね、ちょっと、通常攻略用の動画にしたいなと思ってますんでね、助けて、こういうメリットがあるよっていうのをね、知らない人のために、知らない人本当にいんのかな、ね、知ってる人は懐かしいなと思っといてください。じゃあ、ちょっと帰還するとこまでですね、やって今回ちょっと終わりにさせていただこうかなと思っております。しかし出れないね。あ、でもね、ドラゴンって結構あんな感じやったんですね。まあそんなにね、ダメージは確かに与えれなかったですけど。はい、ルーラ
でね、一応やっときます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、旅人の宿へようこそ。一晩3ゴールドですが、お泊まりになりますか？はい。ではそれでは、ごゆっくりお休みください。テケテケテテンテン。おはようございます。昨夜はお楽しみでしたね。満足いただけましたでしょうか？では、今回ちょっとここまでにさせていただきたいと思います。ドラゴンクエスト1第7回目、初心に帰ってプレイするというね感じでやっております。今回もご視聴ありがとうございました。では皆さん、さよなら。